はい、皆さんこんにちは、なまはげゲームズです。今回はいつもとちょっと趣向を変えまして、 AI が作った画像から何のゲームなのかタイトルを当てるというクイズをやっていこうと思います。例としてこの画像なんですけども、この画像はあるタイトルをもとに AI に書かせた画像になります。使った AI なんですけども、今話題のステーブルディフュージョンを使用しているんですけども、この画像を見て皆さん何のゲームだかわかりますか？この後の問題で同じタイトルで何枚かの画像を出しますので、ぜひ皆さんこの画像何のタイトルなのか考えてみてください。それではですね、まず初級編ということで優しめの問題を出していこうと思います。第1問です。これはね、ちょっと雰囲気はあるんですけど、これだとわかんないかもしれません。これはもうね、それそのものですね。もうだいぶわかるんじゃないでしょうか。最後はね、これロゴっぽいのが出てるんで、だいぶヒントになると思います。さて正解は、はい、ということで正解は名作アクションゲームメトロイドでした。メトロイドの第一作目は1986年ファミリーコンピューターディスクシステム用のゲームとして作られました。一部 FPS の作品もあるんですけども、横スクロールアクションの代名詞として有名なゲームですね。昨年もですね、このメトロイドドレッドというゲーム新作がですね発売されました。この作品とキャッスルバニアというゲーム、悪魔城ドラキュラですねを組み合わせて、メトロイドバニアという一つのジャンルが生まれるほどの名作になっています。スマブラなんかでもね、サムス登場していますので、知ってる方多いんじゃないかなと思います。かなりね、面白いゲームなので、やったことない方はぜひやってみていただければと思います。それではですね、第2問行ってみましょう。これもね、かなりわかりやすいと思います。こんな感じの絵、そしてこれもね、ほぼそのままですね。3枚目、これもそうですね。ここまで見ればだいたいわかるんじゃないでしょうか。はい、もうお気づきですね。正解はモンスターハンターでした。モンスターハンターは2004年にプレイステーション2のゲームとして第1作目が発売されました。アイスボーンや現在盛り上がっているサンブレイクなども含めると、シリーズとしてはすでに20作品近くあるんですね。シリーズ初期のモンハンは現在よりもだいぶね、サバイバル要素が多くてですね、スタミナを回復する肉なんかも自分で焼くことしかできませんでした。現在はね、肉焼きやってもらったりとかできますけどね。今ではね、上手に焼けましたという音声もね、あまり聞くことがなくなってしまいましたね。また当時は右スティックで攻撃を行っていたんですけども、現在はボタンでの攻撃に変わりました。あとこの有名な曲、英雄の証っていうんですけども、まあ、東京オリンピックのね、開会式で使われたことでも有名な曲になっています。余談ですけどもね、私はこの曲聴くとなんかやる気がすごい出るんですよね。現在もモンスターハンターライズサンブレイクアップデートを重ねていますし、オンライン人口もかなり多いので、やったことがない方いらっしゃいましたらぜひやってみていただきたいと思います。それでは続きまして第3問です。これもね、結構特徴は捉えてますね。次のこれはね、もう色合いがなんかそれっぽい。3枚目はね、これもそのまま特徴捉えていると思います。さて何でしょうか。決着をつけるとするか。はい、ということで答えは対戦型格闘ゲームの名作鉄拳でした。鉄拳の第1作目はアーケード版が1994年に稼働を開始しています。翌1995年にプレイステーション版としてコンシューマー向けにリリースされました。現在の最新作は2015年に稼働開始した鉄拳7になるんですが、現在もバージョンアップを続けていて、先日8月17日にも無料アップデートが実施されました。新作が出るかもという噂もありましたけどね、どうなったんでしょう。世界大会も開かれるような超メジャー格闘ゲームです。これまたスマブラにですね、カズヤが出ていますので、それで知ってる方も多いかと思います。
私もね、過去作何作品かやったことあるんですけども、身近に格ゲーをやれる友達がいると本当にね、面白いゲームですよね。何回かね、身近な友達と大会開いたりして遊んだことがあります。ぜひね、格ゲー興味ある方はやってみてもいいかなと思います。続きまして第4問なんですけどね、ちょっと難しくなっていきます。これだけだとね、ちょっと難しいかもしれません。派生作品がね、たくさん出てるんで、そっちに引っ張られてるのかなという感じですね。まあ、これもね、雰囲気は出てます。これのね、デジタル感を感じていただければわかるかもしれません。さて、正解ですが、もうわかりですかね。答えは、新女神転生でした。これね、新女神転生5です。新女神転生なんですけども、1987年にナムコから発売されたファミコン用ソフト、デジタルデビルストーリー女神転生というゲームが元になり、設定を見直した作品として1992年に新女神転生として発売しました。このデジタルデビルストーリー女神転生は、OVA 版があるんですけども、新女神転生になってからは全く別なお話として今に至っています。悪魔を仲間にして戦い、それらを合体させてさらに強い悪魔を作るというね、画期的な内容のゲームでした。またデジタルデビルストーリー女神転生2、現在ではね、旧約っていう扱いになっているんですけども、こちらのゲームはマルチエンディングとなっていて、本来ラスボスであるはずのルシファーが仲間にできる上、最後の敵が神だということでね、私自身子供心にすごいね、衝撃を覚えた作品でもありました。そのシステムは新女神転生にも引き継がれていて、最新作女神転生5なんかでも混沌、秩序、中庸のようにプレイスタイルによるマルチエンディングになっています。最近では派生作品のペルソナシリーズだったり、ソウルハッカーズシリーズなんかも発売されていますね。間違いなく名作シリーズだと思うんですけども、最近の作品の出来については疑問符を投げかけるユーザーも少なくありません。とはいえ、クソゲーとかそういうゲームではないので、興味がある方はぜひ一度プレイしてみてください。それでは次がですね、最後の問題になります。冒頭にご紹介した画像も出てきますので、改めて何のゲームなのか予想してみてください。これね、最初に出た画像ですね。これだけだとちょっと難しいかな。これなんかはね、結構雰囲気入れてるとは思います。ちょっとね、ロゴっぽいのが見えてきてますけど、さて何でしょうか。最後ね、これ一枚、これ一番雰囲気出てるような気もしますね。それでは正解です。ということで、正解はですね、ファイアーエムブレムでした。ファイアーエムブレムは1990年第1作目の暗黒竜と光の剣がリリースされました。最新作はファイアーエムブレム風化雪月となっています。このゲームの特徴として、キャラクターが戦闘で死ぬと原則生き返らないというところがあります。一応ね、復活させる呪文があったり、難易度によっては復活したりもするんですけども、この一度死んだら生き返らないというシビアなゲーム性が、1作目当時のファミコンゲームとしてはかなり異例でした。他にもね、特定の強いキャラだけ活躍させたりすると、後半で他のキャラが使い物にならなくなったりとね、結構難易度は高めのゲームになっています。最新作の風化雪月では、学園ものゲームの要素に加えて、3勢力から所属する勢力を選ぶことで最終的なエンディングが変わるマルチエンディングシステムとなっています。また最近では無双シリーズとして風化雪月無双もリリースされています。こちらもね、マルチエンディングになっていますね。ちなみにですね、このかかっている音楽、すごくゲームの内容に沿ったね、歌詞になっていて面白いんですよね。当時の CM で流れて口ずさんでいた記憶があります。ちなみにですね、この動画の冒頭に流れていったゲーム、あれがですね、ファイアーエムブレム無双のゲームになっていて、
最後のね問題のヒントになっていたということにお気づきになられましたでしょうか。まあね、気づいてる人はねすぐ気づいてると思います。ということでね、5問の問題終わったんですけども、皆さんお分かりになりましたでしょうか。後半の問題はね結構難しかったような気もします。特にねファイアーエムブレムはかなり微妙な感じでしたので、 AI といえどもまだまだ万能じゃないんだなという感想でした。今回はねここまでなんですけども、取り上げてほしいゲームなどありましたらコメント欄にてリクエストお待ちしております。またね面白かったら高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ということで以上、生ハゲゲームズ AI 作成画像からゲームタイトルを当てるクイズでした。皆様良きゲームライフを。